キチャンネル。くちょ月曜日です、総チェック。はい、ということで月曜日です、総チェックね。今日もですね、金土日、ね、週末3連戦、総チェックしていきましょうということでね、無駄話をすると1時間超えちゃうのでね、サクサクといきたいと思います、ね、まずはオリックス対日本ハム。5月19日0対1で日本ハム、20日3対5で日本ハム、21日10対4でオリックスということで、2勝1敗で日本ハムの勝ち越しっていうところになりましたけども、19日ね、1対0で日本ハムというところで、山岡、加藤ともに歓喜を、ね、つけた素晴らしいピッチング、だったなと思います。この日は、ね、日刊スポーツのコラムで、書いてますけども、加藤は、ね、8回94球4安打4三振1四球無失点と、そして山岡、5回84球4安打8三振1四球無失点とね、だから両投手ね、もちろんストレートと変化球っていうところの緩急はね、もちろんね、皆さんご存知の通り素晴らしいピッチャーではありますけども、ね、この日は特に変化球と変化球の緩急っていうところで、変化球どうしても緩急をつけたいいピッチングだったと思いますね。加藤選手だとカットボール、スライダーとかね、スライダーとカーブっていったところで変化球の中でも緩急、ね、山岡投手もね、縦スラに縦カットとかね、横に曲がるスライダーカットみたいなね、感じで、同じ軌道でも曲がりを小さくしたり大きくしたりね、スピード感出したり出さなかったりっていうところで、ストレートと変化球の緩急、そして変化球と変化球の緩急っていうところで相手打線をね翻弄したっていうところでは非常にね、素晴らしい、ピッチングだったと思います。そしてこの回はね1対0っていうところで、まあね、8回表にね、ピッチャー本田投手から阿部に代わってね、先頭上川とフォアボールで、アルカンタラセーフティーバント、このねセーフティーバントもね若干胸のね遅かったんだよね。まあ俺的には全部がこうね余裕を持って投げたように見えて、でね、アルカンタラの足が増して、でここがねアルカンタラもう足速いとね、もう取ってからすぐ投げなきゃっていうように胸が対処できたかどうかっていうところでは、俺はそこまではそんな足速いランナーのような急ピッチで投げたようには俺は見えなかったね。でそれがセーフになって、で万波がね送りバントで、ここでね代打ハンソンね、ここでね水野ね、まあこの日はね三三振っていうところでね、3番に水野ね、まあこのね前のカードね、めちゃくちゃいいところで、水野も打ってね、前のカード打率4割で2打点っていうところでね、勝負どころでヒットも打ったし打点も稼いだしっていうところで、まあそのまま水野でもよかったかなとね。でここでワンアウトに三塁、水野だとね、まあまあ打たしてもよしね、で、スクイズ、セーフティースクイズっていうところもできて、いろんなバリエーションの中1点を取るっていうところにできるけどもね、まあ、もちろん3三振あったっていうところもそうだけども、ここで新加入の外国人選手ハンソンね、でここで2ボールになってピッチャー阿部ね、初球フォークボールで、2球目、高めのストレートボールで2ボールになって、3球目ねインコースストレート狙ったやつが逆球になって真ん中入って、ライト前にヒット打たれるんだけども、ここで考えなきゃいけないのがオリックスバッティね、まず第一に0対0、しかも加藤は素晴らしいピッチングってなった時に、でしかも8回ね、もうここは、ね、でしかも最近オリックス打線が調子悪いっていうね、もう1点取られても大量失点しても、もう状況的には一緒だと思うのっていうことは、もう2ボールになった時点で、まあ、次ね松本っていうねいいバッターがいるからフォアボール OK と思えなかったかもしれないけども、そのストライクを簡単に取りに行ってはダメだし、ここね際どいところ投げていって、もうフォアボールだったら OK みたいな、満塁になって勝負すると、大量失点も一緒やというぐらいの気持ちで俺は投げてほしかったなと。それがね全く逆球になって甘めに入って、それをねハンソンがライト前ヒットで、まあ、この1点がねもう勝利打点になって勝ったんだけども、ここもねこのね、新庄監督のハンソン起用良かったなっていうね、まあこのね、ワンアウト2、3塁0対0、状況的には、まあ、楽なところで打席に立てる、でまだここハンソンね新加入になってヒット1本も打ってない、でまあ水野が3三振してる、でここでハンソンを使って、ハンソンがもしね一発打って勝利打点を上げれば、ハンソンも明日以降にねいい形で試合にも臨れるし、チームとしても入っていきやすいというところで、ね、ものの見事に起用が当たってね、このヒットはね一勝分以上の未来につながる非常にねいい采配、そしていいヒットだったなっていう、ところがあります、ね、だからそこら辺はねちょっとあのオリックス、ね、阿部、ね、もうちょっとこれね余裕を持ったピッチングができたらよかったかなと思います、ね、でその中でね日本ハム3回表ね
ノーアウト一塁から伏見がフォアボールでね、でここ江越ね2球目まで打ちに行って追い込まれてから3球目スリーバント失敗でアウトっていう、え、打っちゃいいじゃんっていう、ホームランもずっと打ってたのにね、最初からバントするんだったら分かるけど、追い込まれるまで打ちに行ってスリーバント、これちょっと謎だったね。打っちゃいいじゃんって俺は思ったけどね。まあということでね、まあそういう試合展開になったっていうところでね、続いて5月20日3対5で、日本ハムっていうところでね、この日先発オリックス山本が発熱で登板回避で、竹安緊急ね、先発っていうところになるけども、なんと、まあ、右肘のね手術して明けてリハビリを経てね復帰になったけども、また右肘夜間で、降板っていうところでちょっとここはね心配だね。で日本ハム先発北山、5回83球3安打3三振4四球1点と、まあ、基本的にはねストレートがめちゃくちゃ良かったなっていうところと、対右にはねナックルカーブスライダー、そしてあのナックルカーブで緩急つけてスライダーを低めにね投球するっていうところでは非常にねグッピッチだったし、対左に対してはまっすぐとチェンジアップっていうところの緩急をつけて、まあ、右左ねちょっと配球傾向は変わるけども、その変わった中でもねクオリティ高いね、変化球を投げ込んで低めにねいい形のピッチングだったと思いますね。で日本ハムは、2回表ね、竹安が右肘わかんで、交代でピッチャーねこの日上がってきた山田左ね上川で先頭フォアボールだからね、オリックスはねこのねロッテ戦からずっとそうなんだけども、フォアボールからのね失点がね多すぎるね。で、矢沢ね、レフト前ヒットでノーアウト一塁になってね、細川が送りバント失敗バーッで、ここでねチャンスついえるかと思ったら1番野村がね、まあ、ちょっとね懲罰交代的なのがねあったけどもね、あったけどってかあったのかな、あったように見えたけどね、ここワンアウト一塁でねライトへ、2点タイムリーツーベースとね、いい形のタイム、これは大きかったね。バンド失敗してこの流れが変わりそうなところでしっかりねその後カバーして打てたっていうのは非常に、大きかったかなと。で5回の表にもね万波が、レフトスタンドでホームラン打って3対でいい流れの中行って、北山もいいピッチングで、5回の裏ね、オリックス先頭栗林フォアボールで、フルアウトになるけども西野がツーベースで、ワンアウト2、3塁から長野ねセンター犠牲フライっていうところで1点取って反撃ののろしっていうところでね、一番大きかったのがねこの6回表、ワンアウトから、矢沢内安打で細川がタイムリースリーベースで1点取ってね、前のねバンド失敗をねここでしっかりカバーする、グッドバッティングで、野村が三振するけども2アウト3塁から長嶋拓也がねライトでタイムリーヒットで2点、このね1点取られた後の2点取り返したっていう、ここがねキーポイント、しかもね下位打線から始まって上位で返すっていうこの流れ的にもね、素晴らしかったと思います。でオリックスはね、8回の裏に、頓宮若月でタイムリー打つけどもね、まあ、このね、前半中盤のこの6回のね失点が痛かったっていうところで5対3ね追いつけずっていうね。で日本ハムなんとねこの、まあ、20日で、ね、2連勝になったけども、5月先発ね防御率 1.44 と先発投手、ね、防御率がグッと、ね、まあ、先発の頑張りがねこう少ないチャンスをものにしてね勝ち切るっていうところではいい感じのね戦いになってるんじゃないでしょうか。その先発防御率が高い中で、5月21日行われたね第3戦ねカードね10対4でオリックスっていうところで先発ね、鈴木2回3分の2 46球6安打三振0無四球5失点と連打食らうっていうね、あのちょっと緩かったかな球がね、まあでも、まあ、疲れもあると思うんだよねここら辺はね、そこはもうちょっとあのでも感じ的には悪くないからね、そこら辺の、まあ、コンディションだけだと俺は思う、投球自体はねそんな悪くないと思う、ちょっとね緩かったなっていうところはあるけどもね、まあ、その中でねオリックスこの日は打線爆発っていうところで、2回の裏にねワンアウトから頓宮西野、セデーニョ、ね、初タイムリーっていうところで初安打初タイムリー、セデーニョが打ち出すとね、まあ、一気にまたね打線が活性化、しかもオリックスはねここまでチーム打率ねダントツでセ・リーグ1位ね、得点圏打率も1位っていうところで来てる中でね、ちょっと打線のね絡みがずっと悪かった中でねこの日はつながっていく、でワンアウト取られるけどもツーアウト3塁からね小田がライト前ヒットっていうところでね3点先制で、3回の裏もね、先頭宗がツーベースで、中川ね送りバント試みの失敗だ、こういうとこパッパーってやらなきゃいけないところを森がね、タイムリースリーベースでカバーね、でツーアウトになっても西野がねタイムリーっていうところで5点ね、もう一方的にいくかっていうところで、でもねやっぱハムの状態の要素はねこういったところ、4回表にね、ワンアウトから、万波、ツーベース、そして福田ねプロ入り初のバックスクリーンホームラン、グッとナイスホームラン、よかったね日本ハム行ってね、まあ西村もねロッテに行って今素晴らしい活躍してるし、福田もね
あのままロッテいても絶対使われてない中でね、こうやってねトレードでハム行ったらね、いい形、バックスクリーンだからね、非常に豪快なスイングだったしね。でこれで5対2になって、あまだ分かんないなっていうところで4回裏ね、2アウトからね、茶のセンター前、胸レフト前ヒットで、中川がね思いっきり振り抜いてね、レフトへ、スリーランホームランっていうところで、これでちょっとね勝負あったって感じだね。でも5回の表にね、ハンソンがまたタイムリーツーベース打って8対3になった、この粘り強さねがなんかいい感じがする。まあ大敗したけどね結局。で5回裏にね、また頓宮西野でセデイのタイムリーヒットで、義母がギをステイフライで取られても取り返し、流れは渡さないぞっていうところの2点ね、非常に大きかったと思います。だから投手陣ね、鈴木斉藤宮内ね、ここで一気にね失点したっていうところでは非常にね10失点ちょっと痛かったなっていう、まあでもこういう試合もあるでしょ。その中でもね、打線がいい感じで点取れてるっていうところは日本ハム的にも良かったなと思うしね。やっとオリックスはねちょっと久しぶりに打線がつながった打線を見たなっていうところで、結果はね2勝1敗で日本ハムの勝ち越しっていうね、ところになりました。さあ続いて、楽天対ロッテ、ね、19日雨天中止、20日1対6でロッテ、21日4対6でロッテ、ロッテの2連勝っていうね、形になりましたけどもね、20日の試合1対6でロッテ、ね、前半はね楽天守備で好プレー連発も、最後はエラー、フォアボール、ワイルドピッチで自滅です。はいね、だからまあ守備で言うとね、初回ワンアウト二塁でね、中村のライトフライ、ね、セカンドランナー池田がタッチアップ、ね、それをライト岡田が9号タッチアウトグッソ、ね、で4回の表もねワンアウトからポランコのファーストゴロで、若干こうやってイレギュラーするけども鈴木がナイスキャッチでねアウトにしたり、で5回ねワンアウト、二塁からね田村の三塁線抜けるかっていうところね、サード伊藤がね、ダイビングしてね、ナイスキャッチっていうところでねファーストアウトにしたりね。でこうね前半点はいいところでね、守備がめちゃくちゃナイスプレーでねチームを救ってね、3回の表のね2アウト3塁から池田のねタイムリーの1点だけでしのいで、で5回の裏にね、ワンアウトからフランコレフト前ヒットで岡島アウトになるけども、2アウト1塁から鈴木大地がねライトへ同点タイムリーツーベースを打って同点になったっていうね、めちゃくちゃいい流れだったの楽天は。でもねここを言いたいのはね、鈴木大地ね、タイムリーツーベース打ったのは良かったけども、ホーム楽々セーフの中で三塁狙って楽々アウトで挟まれてアウトっていう、ここもったいない。このままセカンドでいたらひょっとしたらね一気に逆転っていうのも分かんないけどね、なってたかも分かんない中、このね三塁進塁でアウト、しかももう途中ぐらいでアウトになって挟まれてアウトだから、あの中途半端な走塁ね、非常にもったいない。バッとね、で、まあ、1対1になってどうなるのかっていうところでね、問題が起きたのが6回表、池田がレフト前で友杉送りバントで、ワンアウト二塁からね、中村のセカンドゴロ、浅村のファンブル、バーッとファンブルね、でワンアウト一三塁になってポランコがね、犠牲フライで勝ち越しで、ここから、安田フォアボールで岡ね、ところで、ワイルドピッチね、これせっかくね止めてんのにこの見失うわけだから、それはね、なんで見失うかっていうと、ワンバンするときにもうこうなっててボール見てないわけよ、ね、こうボール見てたらね、その変なとこ行ったら分かんないよ、その前はここもうほんとそこだからね、見失わないでしょっていうね、そのワンバンするときに見てないから見失うわけよ、その目の前っていうところをね、そういったところでバッとね、で三塁進塁されてね、でまあその後岡フォアボールね、で角中がライトへタイムリーヒットで、ここでね、ピッチャー安楽に代わってね和田が通り、そしてまたワイルドピッチ行ってバーッと遅いのよ太田、そのブロッキングに行くのが反応が遅いのよ、で一気に4点取られてで、7回ワンアウトから池田ツーベースで、友杉ねライトへツーベースで1点でダメ押し、この友杉よかったね、まあ、ワンドだったけどね、右方向を意識してね、最低でも進塁っていうところをね、右方向を狙ったバッティングっていうところは非常に良かったなと思います。そしてね、さっき忘れてましたけど、角中のね、このライト前タイムリーヒットで、セカンドランナー安田、ホームへね、ヘッドスライディング、ナイス、ナイス、ね、いい形でかいくぐれたなと、思います。グッドヘッド。ね、で、ロッテ先発西野。9回97球3安打1三振1球1失点と、ね、5勝目、グッとナイスピッチ。ちょっとね開幕してからはね
2、3点必ず取られるなって言ったところだけども、ここ最近ねもう完璧に近いピッチングでね、ほとんど失点しないっていう、今日も1失点だけだったしね、非常に素晴らしいね、低めの精度よくね、西野のね良さっていうのがさらに出たんじゃないのかなっていうね。でこの日ねロッテ1番ね池田がね4安打っていうところで、こう全てレフト前行ってるけど、外外行ったら余計打たれるよ、内だからね、どっちかっていうと抑えるためにはって俺は思いますね。西武戦の前の時も外の変化球抜け球も引っ張り込むのうまいからね。さあ続いて、21日4対6でロッテっていうところで、この日ね、なんと先発予定の森が背中の張りで先発回避、急遽リリーフデーっていうところでね、まあ、今週2度目の、リリーフデーです、ね。その中で、ね、ロッテは岩下、ね、広畑、坂本東、沢村、ベルドモで、ね、4失点、ね、なんとか逃げ切り勝ちっていうところ で楽天はね、無駄な失点を与えるから反撃が届かないっていうねテーマですよ、ね。まあ、この日もね、序盤楽天はね先発竹中5回3分の1、88球、7安打、1三振、3四球、4失点とね、初回、池田がね、ライト前ヒットで、藤岡フォアボール、ノーアウト1、2塁になって、中村がね、5-4-3ダブルプレー、ここで終わったかなと思いきや、ポランコのね、高めのストレートをセンター前っていうね、ここ、最近ね、ロッテのね、良さはね、このね、粘り強い、このね、あーっと思ったらそこからね、打つっていうね、で、これ1点取って、で、2回表もね、佐藤の、ライトスタンドへの、久しぶりです、2号ホームランっていうね。で安打も久しぶりですっていうね。で2対0でもこの2回裏にね、しっかり楽天もねピッチャー岩下から広畑に代わって、フォアボール鈴木大地ライト前で、ここ辰巳送りバント失敗だから、ここでちゃんと送りバント決めなきゃいけないんだよ。で安田フォアボールでワンアウト満塁から黒川犠牲フライ、よくここいいんだけども、ここをね犠牲フライじゃなくてヒットでつなげるとやっぱいいんだけども、なんといっても楽天の得点圏打率2割8厘、パ・リーグ5位でございます。でロッテもね、得点圏打率2割1分9厘とパ・リーグ4位だけども、ちょっと前から比べると一部上がってんだよね。この一部がいい形になってんだよ、低いけど一部上がったって大きいからね、それがねこのちょっとしたところのヒットにつながってる。で2対1でいってね、この問題はねこの6回よ、ね、先頭安田フォアボールで角中送りバントを決めて、でワンアウト2塁からね岡がセンターへタイムリーツーベースカーブね、でワンアウト2塁で佐藤、ここでね鈴木に変わるけどフォアボールまたね、で平沢センターフライ、ツーアウト1、3塁になってここでピッチャー孫に変わってね、サードゴロ黒川エラーバッと、ここをアウトに取ってたら1点だけしか入ってないから3対1でしょ、まだどうにかなる点差だったのに。でその後また藤岡フォアボールで孫暴投ね、これもよもうこの時キャッチ安田だけど遅いのよ、行くのが遅いから股の下抜けるのよ全部が。だからね楽天のキャッチャー陣ね、その前の日の太田もそうだったけど反応遅い、ブロッキングのめちゃくちゃ反応早くするためにはどうやったらいいんですか、ありますけど言わない、はい。ね、この2アウト1、3塁、ね、で中村レフトへタイムリーヒットでね一挙4点っていうところでね、まあ一つね反応遅いのは何かっていうと、それはもう構え方が悪い、これだけです、はい。で一気に4点取ってね6対1ね、1点で済んだのに余計に3点取られるっていうところのね無駄でも、ロッテはねここ最近まあ相手チームがねミスばっかりする、でもよそれを物の見事に着実に得点につなげて、それをヒットでつなげるっていうところがグッといいところになる。相手がミスしてもねそれ生かせなきゃねクソの役にも立たないからね、それをねことごとく生かしていくね、ロッテがね優勝するかもって言った時のね同じような今チーム状況ね、そんなにね得点圏バンバン打たないよ、でもねミスしてくれるからね繋がっていくんだよね。でロッテはね7回以降もね7回、2アウト1、3塁で、平沢がねライトフライだから9回ね、和田がフォアボールで出て送りバントを決めて佐藤のねセンター前で佐藤がね、センターからホームへ帰ってくる間にセカンド狙ったんだけども、セカンドランナー和田がねストップしたんで、でキャッチャーね安田がセカンドへ送球してアウトになるんだけどもね、まあこれはねキャッチャー安田のねプレーが素早くね素晴らしかったっていうところで、まあ佐藤の走塁はねまあ攻められないかな、そんなねもう最初からスピードも緩めてる感じもないし、まあ、これぐらいの積極性の中アウトになったからダメやって結果論で言うとね、このアグレッシブさが消えてももったいないからね、その時6対2だからね、まあ、4点差あるっていうことを考えたらまあまあ
この守備のプレーが素晴らしかったっていうだけでちょっと佐藤は攻められないかなっていうね。でも7、8、9とねチャンス作ってて、ここで1点取れたらねかなりもっとは楽に勝てたけどもね、こういったところがね次への課題かなと、勝っときながらね。でも楽天はね7回をね2アウトから山崎がセンターへのツーベースを打ってね、2アウト2塁から代打阿部ね、楽天に来てから初タイムリーっていうところでね1点を取って、で8回裏もね鈴木が1のタイムリー、そしてね岡島の犠牲フライっていうところで、まあ、2点差に追い上げるも、その後2アウト1塁で山崎がねファーストゴロでアウトっていうところでね、まあこのノーアウト満塁から1点しか取れなかったっていうのがね痛いね。これ最低でも2点打って1点差っていうところはあるけども、結果的に言えば最初にね言ったように無駄な失点をねミスも含めて与えるから、後々反撃しても届かないっていうところになるっていうところとね、まあこの日もね広畑がプロ初勝利っていうところで広畑行くね、吉井監督もね前回ね先発でリリーフデーの時ねいいピッチングして勝ち星つけてやれなかったから、今日はね勝ち星つくところでっていうところでね、しっかりチームもね点を取って勝ちにつなげていくっていうところでは、広畑ねピッチングね、結果2勝でロッテの勝ち越しです。はい、続いてソフトバンク対西武、19日5対4でソフトバンク、20日0対1で西武、21日3対1でソフトバンク、ソフトバンクの2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、この日はね、ソフトバンク先発石川ね、7回114球7安打13振無四球4失点で、西武先発松本ね1回3分の2 63球6安打2三振2四球5失点とっていうところでね、まあどちらもなかなかね、厳しい投球になったけども、まあ石川はね7回しっかり投げ切れたっていうところと、まあ、ソフトバンク打線がね早めの援護点あったっていうところでね、まあ、助かったところはあるかなっていうね。で先発松本ね西武全てが甘く入ってストライクボールはっきりしてね、で真ん中に入ったところを2だっていうね。で、まあ、石川はね立ち上がりねちょっと甘く入りね2ホームラン打たれるけども、その後しっかり修正して、まあ、最後ね8回に失点するんだけどもね、まあ、ここはね途中修正できたのが、大きかったかなっていうね。あとやっぱりね先ほども言ったように大量得点にね守られたっていうところも、大きかったかなっていうね。で西武は初回ね、殿崎が、レフトスタンドでホームラン、だから俺申し送り事項で言ってやん、西武は殿崎次第だから抑えなきゃね、ソフトバンクは近藤だよって言ったらね、その金曜日にねで1回の裏なんと近藤がツーランっていうね、要注意人物2人がホームランを打つっていうね。で2回の表ヨーカーがねレフトスタンドホームラン、ヨーカーね2軍でもいい感じだったからね、これバズパリーグでも言ったけどね、でこれで、同点追いつくけども2回の裏ね、回の、勝ち越しタイムリーで今宮のタイムリーヒットっていうところでね、5対2になって取られてもすぐ取り返すっていうところではホークス打線ね、非常に良かったかなっていうね、ところでね8回表ね西武は連打でね得点、そして代打、ね、先頭、ね、代打栗山センター前で、続いて代打金子がライト前で、3人目ノーアウト一三塁から代打佐藤がライト前でね、1点取って、で若林がねバンドを決める、ここからモイネロに変わってね、でワンアウト二三塁ね、ここでね殿崎がセンターへのタイムリーヒットっていうところでね、まあ、続きおかわりだからね、でもどうなんやろうっていうね、セカンドランナー佐藤本塁無理かっていうね、でも映像何回も見たけど映ってないっていうね、でもちょっとだけ第2リードするところが映ってて、なんかそんなにね第2リード見てもスタート悪くなさそうに見えたけどもね、帰れないかって思ったけどね、でもその後ね中村おかわり君だからねっていうところで、おかわり君セカンドフライ牧野の三振っていうね、こう同点に追いつけない、ここ痛かったけど、よくね逆にモイネロをね踏ん張ったからっていうね、ところがあります。そしてね8回裏ねソフトバンク先頭柳田フォアボール、ね、で柳町に打席でボークになって、まあ、これ追い込まれてんだけどね、ここで柳町ね三振するんだけど進塁打打たれへんかっていうね、ここで打ってもう1点取ったらもうちょっと楽な展開だったのになっていうところと、で結局はやっぱりソフトバンクモイネロオスナ最強です、はい、っていうところでね、しっかり勝ち切って、で、次の日、ね、0対1で西武っていうところで、西武先発高橋光はね6回117球4安打6三振1四球無失点で、ソフトバンク先発東山7回3分の114球4安打13振1四球1失点と、まあこれ1対0だからね仕方ないね、もうこれはねもう何もかも、攻められない。でももしソフトバンクが勝つチャンスがあったとするならば5、6、7、9チャンス潰すっていうね、ところで5回ね先頭、クリアがねセンター前ヒットで、ここでね野村送りバント失敗、これ痛いよね、
この送りバント失敗、こういったところをつなげたい。でね、6回ワンアウトから今宮センター前、近藤フォアボール、ワンアウト一塁から4番柳田、5番柳町が連続アウトで得点しきれず、ね、で7回先頭栗原またねレフト前ヒットで、野村がね、バスターで463ダブルプレー、サインミスバッとサインミス、それはダメ、ね、463ダブルプレーチャンス潰す。まあそうなってきたらやっぱ流れ変わるよね。で西武は8回表にねワンアウトから金子がヒットでね、若林ショートゴロアウトになるけども、ツーアウト2塁から打者中村フォアボールね、で殿崎がレフト前タイムリーヒットでね、なんとしてでも当てようっていうね、コンパクトに振り切ってね、まあ、3-2 のね、カウントでランナーは自動スタートっていうところでね、もうなんとしてでも当てよう、絶対打つぞっていうね、気迫の三遊間を抜けるね、レフト前ヒットで1点グッズ殿崎大丈夫でね、ソフトバンク9回ツーアウトから柳町フォアボールで、栗原ライト前ヒットで、ツーアウト1-3塁からアストゥディーヨがなんとセカンドフライ試合終了。外国人がソフトバンクが活躍したい、特に安心、まあ、これはねやっぱソフトバンクとしてはこういうバント失敗ね、サインミス、ね、得点機活かせないっていうところではね、非常にまあその後点が入ったかどうかは分かんないけどもね、ちょっと流れが悪い攻撃になったところを、ね、西武にワンチャンをね生かされたなっていうところです。で21日、ね、3対1でソフトバンクっていうところで、西武隅田ね、これはもうフォアボールからの失点ね、この四死球からの失点の流れがねもったいないっていうところで、4回3分の2、101球、4安打1三振、3四球、3デッドボール、3失点と、球数も多いしね、いい球あるのにもったいないっていうね。でソフトバンク先発藤井、5回86球、3安打5三振、2四球、2デッドボール、1失点ね、今日両チーム6デッドボールとね、まあ、藤井はねちょっとストレートね、ストライクボールちょっとはっきりしてたかなっていうね、でもまあ5回1失点で踏ん張るっていうところで、まあ要所でいい球が決まったっていうところはねあると思いますけども、まあ、ソフトバンクはねこの日下位から上位への流れっていうところでね、2回先頭野村フォアボールで、柳町川瀬アウトになるけども、2アウト3塁からね下位がタイムリーヒットでね、先制、下位の状態がね上がってきたね。で、西武4回の表ね、ワンアウト満塁からね長谷川犠牲フライで1点同点、追いつくも4回の裏にね7番柳町フォアボールで、カースデッドボールで、甲斐が送りバンドを決めて1番中村のショートゴロの間に1点だけども、このねショートゴロの時の柳町ね、ギャンブルじゃない、ゴロゴースタート、ナイスグッソーレグッスタート、柳町やっぱ走塁技術高いね、非常にいろんなところでも見せる走塁技術、このスタートの良さとか判断っていうところでね、非常に素晴らしいスタートでね、勝ち越して、で5回の裏、ワンアウトから柳田デッドボールで、栗原アウトになるけども、ね、野村の時に、殿崎ファンブレーラーバーッと、まあ、ちょっとこうね高かったけどもこう下から行っちゃってね、でもこれアウトにしときゃこの回失点してないからね。でその後柳町フォアボール、ね、で川瀬ツーアウト満塁から見事にドラッグバンドスクイーズ、クッ飛躍だね、ツーアウトからすると思わないじゃんね、それは森脇も若干前行くよね、そしたらドラッグバンドでセカンド前に殿崎後ろ守ってたからね、判断、技術、走塁、クッ、だからこの日なんて川瀬でね2点取ってるからね、この4回裏のねスタートと5回裏のねこのセーフティードラッグスクイーズ素晴らしかったね。でこういうんだね、この下位打線が活発化してねしっかり点を取って、あとはもうねソフトバンクリリーフね、大津つもりモイネルオスナ完璧リリーフで強いね。で西武はね4併殺だからね、1回ねワンアウト1塁から中村643ダブル、ここ1点取れてたらね、ちょっとおかわり君最近ねこのチャンスで1本っていうのがなかなか出てないね。で2回ね、ワンアウト1塁でここが553ダブル、ここだから 1,2 回取れる時に取っとかないとこうなるパターンです、はい、で6回、ワンアウトからね中村レフト前、ワンアウト1塁で牧雄643ダブルプレー、ね、で8回、ね、ワンアウト1塁から殿崎ね三振ゲッツー、平沼のね盗塁失敗ダブルプレー、4併殺得点圏打率1割8分8厘パ・リーグ最下位です。こういったところがねちょっとこうね波に乗ってねゲーム勝ち越せないっていうところではちょっと痛い戦いになってるね。ということで結果2勝1敗でソフトバンクの勝ち越しでした、はい、さあ続いて DeNA 対ヤクルト、19日雨天中止、20日5対3で DeNA、 21日3対3で引き分け、結果1勝1分けで DeNA の勝ち越しっていうねところになりましたけども、20日ね5対3で DeNA、 ヤクルト先発ピーターズ5回86球4安打1三振1四球2失点、 DeNA 先発ガゼルマン5回107球4安打7三振4四球2失点とね、まあなんとかね両投手ともにね踏ん張った戦いの中で、まあ、DeNA はね、3回裏、
ツーアウト二塁からね、関根がセンターへのね、タイムリーヒットで塩見がファンブルってなるけども、これは仕方ないね、攻めに行ったところでのねファンブルだからね。まあこれでね、翌関根もねしっかりセカンドまで行って、で宮崎のタイムリーヒットで2点先制。でもヤクルトはねすぐに4回の裏にね、ツーアウト一塁から内山のレフトスタンドへのツーランホームランっていうところでね、同点になって、今日は負けないぞっていうところでね、7回の裏ピッチャー石山先頭強打フォアボールで、伊藤がね、スライダーセンター前ヒット打つんだけども、ここでエンドランぐっさいね、ショートがセカンドに入って、そうセカンドで、ね、普通そのまま何もなかったら 6-4-3 ダブルプレーだったところが、ショートがねセカンドベース入ったところによってガラ空きのショートのところに飛んでいってね、でこれが、1-3 塁になって、で佐野がデッドボールね、でワンアウト満塁から関根がね、ライトへ勝ち越しのタイムリーツーベース、クッいいぞ関根、やっぱり関根ね。でその後ね、ピッチャー小沢に代わって宮崎がデッドボールで揉めるっていう、そうね、1イニング3デッドボール、そら揉めるっていうね、西武戦思い出したね、ロッテ対西武戦ね、今のメットライフドームね、ズレータ、里崎、ベニーがデッドボールで細川ベニーに首投げされます、はい、一本っていうね、そらもう首投げされなかっただけでもマシよ、ヤクルトはね、これはもう揉めますね。で、DeNA はね、8回裏にも伊藤がタイムリーヒットを打って、まあ5対2になって、まあ9回ね代打川端がね、タイムリーを打って5対3になるけども、まあね、なかなか追いつけないっていうところで、やっぱりこの村上の状態が上がらないところがヤクルトはなかなか厳しいね、初回ワンアウト1・3塁からね村上三振っていうところでね、まあその後サンタも三振するんだけどもね、ここで犠牲フライの1個でもね最低で持っとけばっていうところと、3回の表ツーアウトからね、青木山田がね連続ヒットでツーアウト一三塁になるけども村上三振っていうところでね、やっぱり村上の復調待ちかっていうところでね、クリーンナップの一本っていうところではね、ちょっとねこのゲーム差がついたかなっていうね。21日ね、3対3の引き分けっていうところで、 DeNA はね2回ね4回ねツーアウトからしっかり得点するっていうところも良かったし、ヤクルトはね村上山田のアペック弾が出たのに勝てなかったっていうところが今のチーム状況っていうね。で DeNA はね先制2回の裏にねツーアウトから小原センタースリーベース、強打がフォアボールで9番今永がセンターのタイムリーヒット、オーバーバー、ここは抑えないとね。ででも4回表山田ホームランで村上がツーラン、ね、ここで一気に3点、ね、これでこの流れ完璧よ、これで勝ったなと思ったら、これがまたね DeNA の強さでもあるんだけど、その一気にヤクルトを押せ押せムードの中ね、取られたすぐの4回裏ツーアウトから小原がね、ツーベースで柴田がね、センターへタイムリーヒットっていうところでね1点を取り返すんだけども、俺はいつも思うんだけども、ここねなんで9番が今永なのに、無理に勝負いったんやろっていう、でしかも甘めのね外からのスライダーっていうところでストライクを取りに来たところをね、柴田が完璧に打ち切ったんだけども、まあ、その前に確かに今永に打たれてるけども、ピッチャーに打たれるっていうことが問題であってね、ここも俺は柴田敬遠でよかったんちゃうかっていうね、ところで、まあ、1点ね取られるんだけども、で7回裏にもね、小原ねツーベースで柴田が送りバンドを決めて、今度代打楠本ねライトのタイムリーヒットで同点っていう形で、もう DeNA はねもういい形のね、しかも下位打線に行く中でしっかり得点できてるっていうところが素晴らしいよね。2回もね下位打線に行きながら、4回も下位打線に行きながら8番ね、で7回も下位打線に行ったから代打ね楠本っていうところで、これやっぱりね DeNA って言ったらね、この上位の佐野宮崎牧っていうところがね、まあ、関根もそうだけどもクローズアップねされる中で、この試合はね下位打線でしっかり得点できてるっていうところもね、この DeNA のね、強さっていうところでもあるけどね。でまあここでねまたもったいなかったのが、この楠本が打ってね、で佐野がセンター前打ってワンアウトしたのから関根ね、ここセーフティースクイズ失敗、殺しすぎたね、殺しすぎてなんかサードランナーが中途半端なスクイズになってね、若干ふわってボール浮いたからね、ちょっとねいいバンドしすぎたね、もうちょっと転がさないとっていうところではね、もったいね、勝てるチャンスあっただけにね DeNA ね。でヤクルトはもう9回10回11回とね、もう満塁のチャンスを全部凡退っていうね、9回はねツーアウト満塁から川端ね打った瞬間ひょっとしたらと思ったけどね、若干先だったかなライトフライね、
で、10回もワンアウト満塁からね、内山ね、ファーン打ち上げてね、若干風でフラフラしながらレフトね、関根がジャックフワってね、取ってギリギリ三塁ランナーね、山田タッチアップ、ホーム楽勝でアウト。これね、まずはまあ多分これがまあヤクルトが今勝ててないところの焦りだろうね。その後ろのバッターねっていうところもあるし、もうこれ行くしかないっていうギャンブルスタート的なのスチール、これがまだねちょっと余裕がないっていうチームにね。であとはそのね、センター関根からのホームめちゃくちゃ中途半端だったけど、キャッチャーの戸柱がね中途半端のワンバンを取ってね、タッチアウトっていうね、戸柱のプレーグッ、ね、でもあそこはストップかな。もうミス待ちだもんね、タイミングはもう4メーターぐらい前でアウトだからね、ちゃんとやってればね。だからここはちょっと焦りのね突入かな。で11回もね、のワンアウトから長岡中村塩見とね、連続フォアボール、ピッチャー入江ね。でワンアウト、満塁になって、ここでピッチャー上茶谷ね、初球並木ショートゴロね、本塁アウトっていうね、まあ、積極的に行くうまいけどねっていうね。で山田ね、三振して1点取れずっていうね、この90、11の満塁期ね、しかもワンアウト満塁が2回あったのに1点取れなかったっていうところが大きかったし、逆に DeNA はねよく踏ん張ったなっていうねところでね、まあなんとか引き分け。だから DeNA としたらね、もう勝ちに等しい引き分けだし、ヤクルトにしたらね、だからまあでもあれか、どっちも勝つチャンスあったね。 DeNA も7回あの関根のセーフティースクイズね、ボールうまくね行き過ぎたからアウトになったけどね、あそこで1点取ってれば勝ってたし、ヤクルトは3度のね満塁のチャンスを1点も取れないっていうところは、なかなかチーム状況上がっていかないでっていうところで、1勝1分けてね DeNA の勝ち越しっていうね、ところになりましたね。で、続いて巨人対中日ね、20日6対2で巨人、21日5対2で巨人っていうところで、巨人の2連勝っていうね、まあ15日はね試合がなかったっていうところ で20日ね、巨人先発グリフィン6回112球6安打7三振無四球2失点、一番安定感ね、もう戸郷グリフィンめっちゃ安定感ね。で中日先発小笠原5回79球7安打6三振1四球6失点っていうね、ところで巨人はね、2回裏ワンアウトからね、大城ライト前、秋広ライト前、ここでね一塁ランナーの大城がねよく三塁まで行った、この走塁グッズね。でワンアウト三塁からウォーカーのね、ショートゴロを、リュークがねファンブルでエラーバーッ、まあ三遊間寄りだったからね、ひょっとしたら取っても 6-4-3 ダブルプレー取れなかったかもわかんないし、取れたかもわかんないギリギリのラインだけど、エラーした終わりっていうね。で3回裏2アウト2塁からね、岡本がセンター前タイムリーヒット、これ大きかったね。2アウトからね、先頭吉川2ベースで丸ね、坂本が進塁打も打てずね、アウトになって2アウト2塁からね、岡本のタイムリー、この1点大きかった、さすが4番岡本で。5回裏大城のね、満塁ホームラン、これでもう勝負ありっていうところでね、まあ中日はね5回までに3度先頭出してるも生かせずっていうところでね、2回先頭福永レフト前ヒットで、大城木下龍空がねアウト、4回先頭細川がね2ベースで、市川三振で、福永ね三振で、大島ねアウトっていうところで1点取れずっていうね。で5回先頭木下レフト前ヒットで、龍空小笠原小林3者連続三振っていうところでね、チャンスすらも作れずっていうね。で、6回ね6対0になってから石川がねツーランホームラン打つんだけどもね、まあ時すでに遅しっていうね、もう試合は決まっちゃいました、大城満塁ホームランでっていうね。でこの日ねオリックスはね、巨人はねオリックスからトレードできた鈴木ね、8回投げてヒットね1本打たれるもんね、ストレート結構伸びあってよかったね、グッピッチ0点で抑えてね、いいトレードで本人もねよかったと思います。で中日はね龍空のエラーもあるけども、このね20日の日まででセリーグね1位の31個のエラーっていうね、無駄な失点多すぎ、そして点が取れない、これはもう最悪の悪循環ね。で21日5対2で巨人っていうところで、巨人先発ね松井ね、5回68球2安打5三振1四球無失点とね、最後はちょっとね疲れたかな感ね出たけども、まあ、しかしねストライク先行でどんどんねバタバタすることもなく、まっすぐカーブスライダーシンカーフォークね、まっすぐの力もあったし、シンカー150キロっていうところでね非常に素晴らしかった、明星大学首都大学野球リーグですね、応援したねっていうところでは、まあ、若干最後ね5回に近づくにつれてちょっとボール先行がね、増えてきたっていうところはあるけども、もう前半はねどんどんストライクゾーン投げ込んでね、いろんな変化球をね緩急使いながらストライクゾーンで勝負しながらストライク先行でねできたっていうところでは非常にね、素晴らしかったと思います。セリーグではね初の、育成のね初先発初勝利っていうところでね、クピチスパ
入られるか。で中日先発高橋ね、4回59球6安打2三振3四球3失点とね、まあ、5回ね打席が回ってきたっていうところで交代だけども、まあそんなに俺は悪くなかったと思うんだけども、やっぱりこのね2回の裏ね、ワンアウト1塁からウォーカーね、このスライダーがねど真ん中入っちゃって、それをホームラン、これがねまあ痛かったかなっていうね。で4回の裏にもね、またウォーカーがねレフト前ヒットで、稼働機ね、松井で、松井が送りバントで2アウト2塁になって、中山ね丸が連続ヒットで丸のタイムリーっていうね、この4回の1点がね非常に大きかったかなっていうね。で巨人はねもう先制中押しダメ押しのね素晴らしいね。で7回裏ね先頭中山フォアボールね、で丸坂本アウトになるけども、岡本がねバックスクリーンツーランホームランね、この長打砲っていうところの勢いが出てきたかなっていうね。で中日は6回表にね、細川の、ツーランホームランで2点追い上げるもね、なんと巨人の新法理の方程式ね、中川鈴木大成でねしっかり0点に抑えてグッドリリーフ、当分これでいくのかな。でもやっぱり鈴木の加入っていうのはね非常に大きな形になりそうだね。まあ、その前の大江三上っていうところがね、まあ、失点、まあ、これはね、細川のホームランになるんだけどね。だからまあドラゴンズはちょっとね痛いね。まあ、この試合もほぼほぼチャンスあるけど1本出ないみたいなね感じで、あとはどんどんどんとホームランでやられたっていう感じかな。結局巨人の2連勝でした。ちょっと中日はね全ての歯車が噛み合ってない。続いて阪神対広島、19日7対10で広島、20日1対0で阪神、21日4対1で阪神、阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうね、ところになりましたけども、19日ね、7対10で広島っていうところで、広島はね青柳対策スタメン9人全員左っていうところで、1番ね育成から中村ね、初球でじゃあ1打席目レフトね、もうちょっとでホームランかっていうところでねノイジーに取られちゃったけど、まあまだヒット出てないけどね、感じ良さそうだけどね、バッティング的にはね。だからまあここからね早く1本出したいね、高広監督と一緒ね。で2番、レフト西川、3番センター秋山、4番ファースト松山、5番キャッチャー坂倉、6番サード林、7番ショート田中、8番、セカンド新浅、9番ピッチャー田村っていうね、全員左っていうところで一気に初回で攻略っていうところでね、ワンアウトから西川ツーベース、秋山フォアボール、松山、坂倉林タイムリーで、田中フォアボールで、新浅タイムリーヒットっていうね。で玉村送りバント失敗、ここよ、ここ送りバント決めてたらね、ひょっとしたらもう1点2点ね取れたかもっていうところはあるけどもね、流れよくね。で中村アウト、あフォアボールで西川が阪神っていう、でもしっかり5点取ってね。でもこれでね一気に行くかって思ったら行かないのがこのね阪神のね、強さとね、まあ、逆に青柳はねやっぱ左バッターに対してインコースねやっぱ投げ切れず甘くなるっていうところでね、まあ、対応されるっていうところかなっていうね。で阪神はねノイジー佐藤がホームランで、佐藤はチーム8000号ホームランね、じわじわね行ったけどね、この3回の裏にもねノイジーホームラン、4回の裏ね佐藤がね、球団8000号のホームラン、グッとね。でもここでね5回の表林デッドボール、田中ね、ツーベース、ツーアウト2、3塁からね、ニラサー敬遠されて、ツーアウト満塁から玉村がライトへタイムリー、玉村、これ痛かった、この玉村のヒット、ね、青柳がね、初回5失点だけで立ち直りかけたけど、できないね、このピッチャーに打たれる、めっちゃでかい。で、これでもう、勝負決まったと思ったの、7対2。と思ったらね、5回の裏、代打ね、青柳に代わって渡辺から。渡辺、近本、ね、中野、ノイジー、大山がスリーランで5人で5点、グッとで、同点。いや、これ阪神勝つんちゃうかと思ったけども、広島ね、6回すぐにね、これもさすがの松山っていうね、西川センター前、青山レフト前でノーアウト1塁から松山ね、レフトへ勝ち越しヒット。この後ね、坂倉、林、田中がアウトなんて、ここでもう1点ね、取れてればっていうところはあるけども、8回にもね、佐藤、林のね、ショートゴロ、小畑がね、フィールダーチョイスっていうところでね、この8回ね、ミス、これ痛かったね、松山フォアボールでね、ダイソー、初期が出てきて、盗塁したら、ね、梅野が悪送球、でもこの梅野の悪送球、エラーになってるんだけども、これ、ショートの小畑ね、タッチ焦いで、弾いてるからね、あれ、取るだけだったら取れたと思うの、だから、ぶっちゃけ俺がキャッチャーだから、あれだけど、小畑のエラーにしてほしい。ねで、ワンアウト三塁になって林のショートゴロで、若干ねこの二遊間寄りでね判定して難しい体勢から後頭をね、悪送球っていうところでいってね。で、9回にもね、
ピーズリーから堂林がねバックスクリーンのホームランというところで、まあ、10対7というね、ところはあるけどもね、まあ、広島がね、ピッチャーね中崎から中崎島内ターリー矢崎とね、まあ、なんとか踏ん張ってね、勝利になったからって一時は阪神勝つな、やっぱ阪神ねやっぱこういったところも負けても強さをね見せるね。で、20日の試合1対0というところでもう両投手先発素晴らしいピッチングというところで広島先発森下ね8回3分の2、108球、6安打4三振、2四球1失点で阪神先発大竹ね7回99球、6安打4三振、1四球無失点と大竹が相変わらずグッピッチね森下も、素晴らしいピッチングだったけどもね9回サヨナラ負けっていうねところだったけども、まあ、広島がねもう仮に勝つとするならば3回ね先頭相澤ヒットで送りバント失敗森下バッここでしっかり送りバントね決めたかったね。で5回、先頭林のね打球中野がねセカンドゴロファンブルでここで相澤643ダブルプレーっていうねここは大竹がね中野のミスをね長期戦する素晴らしいピッチで7回堂林相澤がね、ヒットで2アウト1塁でね森下そのまま打たせてセカンドゴロねここでどうなのかっていうね松山残ってるからね代打ねここ勝負時だったんじゃないかっていうね代打松山これ難しい判断だね森下もねバッティングいいからね ここどう、まあ、結果論だからねどうなのかっていうところでねこの7回表のさ森下どうなのか問題っていうねまあ難しいねでも結果9回にね2アウトから大山ツーベースで佐藤がね敬遠2アウト1塁から森下がレフトへサヨナラヒット一軍昇格、まあ、これも素晴らしいよ森下素晴らしいけども、ね、このレフト西川のポジショニングも含めて、ね、2アウト1塁サヨナラのピンチってなったら、ね、サードファーストは塁上を進めて二遊間はセンターライン締めてで、ね、三遊間1塁間は大きく開くけどもレフトとライトは前に来てっていうあの三遊間をゴロで抜ける打球を楽々ホームセーフにしたら俺はダメやと思うんだよね。まあ、西川のポジショニングも含めてちょっとここはね反省してねちょっと修正する必要あるあの打球でやっぱホームに楽々変えられちゃダメだと思うとやっぱこのサヨナラの場面で上は仕方ないけどねゴロはホームに返さないよっていうそれだったらもっと前守らなきゃいけないしねちょっとここら辺はねもったいない失点になったけども最後ね森下グッティ、ね、で、21日4対1でね、阪神というところで佐伯がね3週間ぶりのね登板っていうところでね、6回3分の2106球5安打7三振無四球1失点無四球でね特にストレートめちゃくちゃ力あったねなんか力でね打ち伏せるっていうところでね非常にグッピッチ、ね、で得点はね阪神が着実にものにっていうところで、3回裏ね菊池の珍しいエラーで木浪が出てで最強送りバント近本アウトになるけども中野がタイムリーヒットでいって4回裏もね2アウトから佐藤ねヒット森下デッドボール梅野のタイムリーなんと梅野が開幕戦以来のタイムリーこの日3打数2安打3打点グッと梅野ねいろんな厳しい意見あるけどね頑張ってるねこれで変わるかっていうねだから今週の梅野に注目だねこれで打撃が変わってきたらねさらに坂本梅野のね競争が良くなってね非常に阪神ねいい形になるからこれ開幕戦以来だからねすごいよタイムリーこれでどう変わるかがね非常に楽しみだねで8回にもね2アウト2、3塁からね梅野のタイムリーっていうところでね2点を取って4点取ってねいい形でね、勝ちでピッチャーね、踏ん張ってで、広島はね7回の1点止まり林のね2アウト2塁からセンター前タイムリーヒットの1点止まりっていうところでまあ広島はね3回4回6回7回8回ねタイムリー出すけども1点止まりっていうところでね、3回ね先頭矢野がツーベースアンダーソンねバント失敗これ痛かったねここきっちりバンド決めてたら1点取れたと思うんだよね。で、4回もね秋山レフト前ヒット打つけども4、5、6が、ね、アウトで、6回先頭菊池ヒット出るけども中村が4、6、3ダブルプレーで7回ね、先頭マクブルーム、エラー出てここはね、まあ、1点取るけども、8回ね、先頭、上本がねヒットで出るけどもその後ね菊池三振で堂林543ダブルプレーとね阪神の才木梶谷岩佐岩崎のね連続リリーフでね、完璧に守りきられるっていうところでねまあ阪神としたら最高の展開だったし広島としては連打が続かないっていうところでね、初戦にはね結構連打も続いたけどもね、20日21日と広島打線沈黙ね逆に阪神投手陣素晴らしいピッチというところでね2勝1敗で阪神勝ち越しっていうね、ところになりましたね。さあ終わりです、はい。
最後に、ベストナイン発表していきましょう。まずパ・リーグから、ピッチャー日本ハム上沢完封、キャッチャーソフトバンク甲斐、打撃向上上昇か、ファーストオリックス頓宮、岡山出身です。セカンドロッテ中村、やっと2割乗ったね。サードロッテ安田、勝負強い。ショートソフトバンク今宮、全試合ヒット。レフトロッテ岡本博美、ナイツ。センターオリックス中川、 PL から東洋。ライト日本ハム万波、まだ23歳。 DH 日本ハム松本、今年30歳。リリーフロッテ広畑、帝京大魂。セリーグです。ピッチャー巨人松井颯也、セリーグ初の育成からプロ初先発初勝利、おめでとう。キャッチャーヤクルト内山、6安打3ホーマー5打点。ファースト巨人岡本、5安打6打点。セカンド DeNA 牧、7安打7打点。サード DeNA 宮崎、8安打3打点。ショート巨人坂本、4安打3打点。レフト DeNA 関根、11安打4打点。センター DeNA 桑原、9安打2打点。ライト中日細川、8安打2ホーマー4打点。リリーフ阪神岩崎、1勝3セーブ、はい、ということでね、ベストナイン発表終わりです。はい、ということで申し送り事項言っときましょうかね。次23日から巨人対 DeNA、 巨人の皆さん DeNA ね、やっぱね関根要注意だね。先週11安打打ってるからね、ちょっと関根に気をつけて。あとデッドボール当てまくられてるからね、ちょっとこの興奮してきてるからね、気をつけて。 DeNA メニューさん、巨人ちょっと岡本のホームランがあるからね、ちょっと岡本のホームランは気をつけて、その前にね打者出さないようにして、打たれてもソロにしましょう、はい。ヤクルト対阪神、ヤクルトの皆さん、阪神はねノイジー、サトテル、この2人です。しっかり抑えて、あと前半勝負だよ、ちょっとリリーフいいからね。阪神の皆さん、ヤクルト村上ホームラン打つからね、村上さえ抑えとけばここだけです、はい。広島中日、広島の皆さん、中日ね、あの得点圏でヒット打たないんで、ランナー出ても粘り強くいきましょう、はい。中日の皆さん、カープね、栗林いないからね、終盤負けててもねチャンスあるからね、頑張っていこう、はい。パ・リーグ日本までソフトバンク、ソフトバンクの皆さん、日本ハムね、いい時もあれば悪い時もあるけど、若いからね寄せ寄せでくるからね、序盤ね日本ハムペースにさせないように3回まで0点で抑えましょう。日本ハムの皆さん、ソフトバンクね、ちょっと下位打線回り良くなってるから、下位打線注意だよ。下位打線出すとね上位に回されるからね。ロッテ対戦、西武の皆さん、ミスしたら終わりだよ、完全にロッテに疲れちゃうよ。ロッテの皆さんね、西武ね、外崎だから、外崎外崎外崎、ここ押さえていこう。オリックス対楽天、楽天の皆さん、オリックスがね打線上がってきたからね、ね、まあ、ポイントで言えばね、やっぱ頓宮ね、頓宮を抑えていけないと、新外国人選手セデーニョ、ね、セデーニョ打ったからね、こうちょっと注意していった方がいいかもわかんないね。オリックスの皆さん、楽天ね、こちらもチャンスで打たないからね、ピンチになっても粘り強く投げていきましょう。ということで終わりですね。ちょうど1時間超えました。編集はねどうなってるか分かりませんけどもね、今週もプロ野球楽しんでいきましょう。それでは